皆さんこんにちは。ラブ神戸 TV 熟女レポーター A 子です。本日はですね、元町商店街の方に来ております。3丁目あたりになりまして、ちょうど商店街の真ん中につい最近できましたトロサバ専門店のお店サバールにお伺いしたいと思います。それでは行ってみます。2階の方にお邪魔しています。とっても素敵なお店ですのでご紹介したいと思います。はい、こちらが店内になっておりまして、この綺麗なブルーなんですよね。これロイヤルブルーっていうんですかね。こちらがカウンターになっておりまして、テーブル席もたくさんございます。はい、窓にもサバがね泳いでまして、外から見てもとっても素敵なお店なんですよ。では店長さんをご紹介したいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらが店長の梅林さんですね。はい、もうね、できる前からすごくね、皆さんが立ち止まって見るお店やったんですけれども、はい、開店はいつになりますか？1月10日にオープンしたとこです。ねえ、まだ、1ヶ月も経ってないお店なんですけれども、ね、はい、もうサバって言ったらね、世界中どこでも取れるそうなんですけれども、サバールさんのサバは、普通のサバとどう違うのか、こだわりを教えていただけますか？そうですね、うちのサバはもう、トロサバって言って、はい、魚体がもう 550g 以上のサバと、脂質 21% 以上のサバを使ってます。大きめのやつを使ってるんで、食べ応えもありますし、脂も乗ってる。脂も乗ってるんですね。はい、サバって言ったらね、すごい体にいいっていうのは聞いてるんですけれども、ちょっと栄養について簡単に教えていただけますか？そうですね、サバには、DHA と EPA含まれてるんですけど、はい、お肌に良かったりするので、はい、あれですね、はい、不飽和脂肪酸オメガ3ですか？そうですね、はい、話題のねオメガ3がたくさん入ってるということなんですけれども、全国にもたくさん店舗があるそうなんですけれども、はい、今何店舗ぐらい終わりなんですか？今まで9店舗ですかね。9店舗。そうですね、関西に6、関東に3。なんか場所によって違ったりとかするんですか？そうですね、全ての店がちょっと雰囲気違う店になってるんで、行ってどこ行っても楽しめると思います。あ、そうなんですね。神戸はちょっとすごいね、なんかおしゃれなブルーな感じなんですけれども、例えば京都とかでしたら和風な感じなんですか？そうですね、京都は鍋がメインのお店になってて、へー、そうです。で、神戸は、バルメニューが、メインになって、メインというかおすすめになってます。あ、バルメニューもあるんですね。はい、はい、じゃあ今日はちょっとね、おすすめ料理をご用意していただいたということで、皆さんちょっと期待してると思うんですけれども、ご紹介いただけますか？はい。わ、すごいボリュームなんですけど。はい、これはお作りですか？こちらはサバのカルテット盛り合わせと言いまして、カルテット、はい、お作りとしめサバ、しめサバ、これ漬けになります。あ、漬けですね。こっち燻製になります。燻製の4種類盛り合わせです。盛り合わせ、はい、これ美味しそうですね。はい、そしてこちらがですね、ちょっとこれもう本当に伝わるでしょうか皆さんに。これが私の手なんですけれども、私の手よりもだいぶ大きいですね。これは焼きサバですか？こちらメガトロサバの塩焼きになります。メガトロサバ、このメガトロサバっていうのはどちらで取れるんでしょう？こんな大きいのは青森の八戸前沖サバか三陸沖サバになります。はあ、じゃあこのサバは青森からやってきた、東北の方からやってきたサバなんですね。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、さっきね、私ちょっと見つけたんですけれども、はい、なんかサバのゴーフル、はい、はい、ちょっとなんかコラボしたのが、そうですね、一応作ってもらった元町店限定、はい、ちょっとだけご紹介しますね、はい、これがね、ミニサバゴーフル。そうです、ね、はい、中身なんかサバが入ってるんですか？いや、中身はゴーフルです。あ、でもこのロゴがそうです、サバになってて、はい、風月堂さんとのコラボなんですね。夜のメニューなんですけれども、はい、バルメニューが多いっていうことなんですが、そうです、何種類ぐらいございますか？サバのメニューって38種類あるんです。38種類、すごい。うちの8種類が元町の限定メニューになってます。はい、元町限定メニューもあるんですね。そうですね。はい、わー、すごい、サバっていろんな料理方法があるんですね。そうですね、サバの料理は基本的には世界各国の料理をサバを使ってアレンジしてる料理になります。はい、一体誰が考える元町店限定とか？スタッフみんなで考えたりとか。はい、そうですね、はい、梅林さんの
考えたメニューも入ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、ちょろっとぐらいはあるかもしれないちょろっとぐらいはあるかもしれないということですね。ではサバールさんの営業時間を教えていただけますか。ランチが11時38分から11時38分っていうのは、はい、サバです、ね、なるほど、うまい、はい、から14時までになってます。14時まで、はい、ディナーが17時から22時38分まで。あ、38時にサバにこだわってらっしゃるんですね。はい、わかりました。あとテイクアウトもあるんですよね。お寿司のテイクアウトは毎日やってるんで、よかったらどうぞ。はい、ありがとうございます。もう今ね、元町商店街ではね、ここの前を立ち止まる人がね、たくさんいて、すごく話題のお店なんですけれども、サバでサラサラ、お肌ツルツル、脳みそピカピカということで、ぜひサバールさんにお越しくださいませ。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。